西武451系電車は、かつて西武鉄道に在籍した通勤系電車。501系の後継形式として、西武初の両開き扉とアルミユニット冊子を採用し1959年より申請されたのが本系列である。また、上半分黄色、下半分茶色の旧塗装で登場した最後の系列でもある。当初は、制御電動車も、 は451型のみが申請され、本系列との連結対応工事を施行された、区派1411型と編成して運用された。後に付随者、佐波1471型が申請されて、本系列のみの固定編成が現れ、さらに制御者、中間電動車も誕生し、その過程において、非常に複雑な編成替え並びに改版が、 行われているが詳細は講述するなお本系列の内も派463.464左派1489の3両は従来車の車体用型加工新名義で申請されている全金属製の20メートル級車体という仕様は501系より踏襲したものの本系列では軽量傾向を多用するなどを構えたい設計に改良が加えられ 結果制御電動車同士の比較において、四百451型はモハ501系後期車に、比べ2.5トンの軽量化が図られている。全面形状は501系の湘南型デザインから、一変し、同時期に申請された日本国有鉄道101、軽電車に類似した切り妻形状とされた。前面窓部分は、国鉄101系同様に、 極細の仕切りによって三分割された連続窓風の処理がされているものの、本系列では窓周りのくぼみと窓ガラスの傾斜は設けられていないため、若干印象が異なる。なお、全面窓については、設計段階において、継ぎ目のない一枚窓で計画されたものの、風圧による脱落、破損が懸念されたことから急遽三分割構造に設計変更されたという経緯を有する。 前照灯は一等式のものが全面膜板中央部に埋め込まれ、標識灯は露出型の引っ掛け式のものが腰板部左右に設置された。また、全面倉下中央部には行き先種別表示板向けが設置されている。客用扉は前日のように西部では初採用となる 1300mm 幅の両解比で窓固定指示を H ゴムによるものとした構成扉である。 本系列の客用扉下靴すり部分は、車体外側の折り曲げ部分が大きく取られており、外観は靴擦りが太く見えることが特徴であった。側窓は2枚一組のユニット構造としたアルミサッシとし、全開可能な2段上昇窓である。なお、サッシ外側部分は、車体同色に塗装されている。窓配置は、先頭車が d 1 d 2 2 d 2, 2 d に中間車が 2D22D22D2 である。連結面は貫通路が区波1411型と、連結のため再び 800mm 幅の強幅、貫通路に変更され、貫通扉も設置された。ベンチレーターは501系同様にガーランド型を採用し、戦闘車に6個、中間車に8個搭載する。また、車内換気装置として、ファンデリアが設置されたことから、 ファンデリア直上のベンチレーターは大型の特殊形状のものとされている。車内はロングシート仕様でカラースキームは501系向気車に準じているが本系列より壁面がアルミで凍ら化され車内の無塗装化が推進された。車内換気装置としてファンデリアを1両あたり2機搭載した点は従来車に準じる。 前日の通り、西部では本系列から両回避を本格採用したが、それに伴って土兵機構も新規設計された。従来の両回避においては左右の扉それぞれに土兵機を設置することが標準的であり、導入コストがかさむことや、動作動機調整等保守上の難点を有する、などといった両回避固有の欠点を抱えていた。 西部においてはそれら欠点を解消する新機構、すなわち左右の扉上部をカモイ部に設置したベルトで連結し、一機の都兵器で左右二枚の扉を駆動する機構を開発し、採用したのである。同機構は開発に携わった西部所沢車両工場の頭文字を取って ST 式古兵機構と命名され、その後の西部においてはもちろんのこと、 国鉄103系電車をはじめとした他社の両回避を有する車両にも数多く採用されるに至った。革新的な装備を多く採用した車体周りとは対照的に使用機器は他系列同様に国鉄の払い下げを受けた球体依然とした正式機器で占められた。また、払い下げ品の中でも比較的グレードの高い機器についてはすでに501。 軽心性に用いられて在庫が沸点していたことから、主要機器の使用は501系よりもスペックダウン、している。主電動機は MT15 系、制御機は電空カム軸式 CS5 と、堺自接触機 CS9 の組み合わせ、制動装置は発電制動をもとない甘え、電磁自動空気ブレーキ、台車は電動車が鉄道小正式の釣合常識 TR14A、付随車が、 同 TR11A であった。その他、パンタグラフは、国鉄正式の PS13、電動空気圧縮機は、AK3 を搭載する。なお、CP 及び電動発電機といった、補機類は、電動車には搭載せず、501系高機車より、採用された MT ユニット方式を踏襲している。 本系列は1959年11月から翌1960年5月にかけても、派451から470が申請され、前述のように対応する同形態の編成相手は存在しなかったが、同年6月には、左派1471系1471の1474が申請され、同時に落成した、模派471から474と、 編成されて、本系列のみの固定編成が誕生した。左派千四百七十一型はモハ四百五十一型をそのまま中間車化した形態であり、使用その他はモハ四百五十一型に準じている。その後の増備は、車両番号を四百八十番台、千四百八十番台に飛ばし、千九百六十一年六月までにモハ四百八十一から四百八十八 サハ1481の1492が申請されている。サハが4両多く申請されたのは、サハ1489の1492についてはモハ301系の中間付随者として申請されたことによるものであり、同4両については CPMG 等補給を搭載しなかったことから、他のサハ1471型とは仕様が異なっていた。 このように当初はもは475から480、さは1475の1480を結番としていたが、1962年7月に、車ャを詰める形で会番が実施され、もは481から488はもは475から482へ、さは1481の1492は、さは1475の1486へ、 それぞれ改版されている。さらに1962年12月から1963年2月にかけて、制御尺派1451系1451から1456が申請された。当時は本系列の増備が完了し、551系601系の増備が行われていた時期であり、道路両はそれらに系列の採用実績を、 反映する形で改良が加えられた。すなわち、ベンチレーターのグローブ型か、側面窓サッシの無塗装化などが実施され、本系列で一番近代的な外観を有するが、客用扉下靴擦り部分は本系列の特徴である太い形状のままとされた。また、当初より将来的な電動車化を見越して、車内床部分に主電動起点圏外が設置されていた。 同六両はモハ451型と2両編成を組み、年出されたク波1411型は他形式の電動車へ編成替えされた。なお、1964年1月に制御電動車の形式記号がモハから雲ハへ一斉変更されたことを受け、本系列の制御電動車も雲ハ451から482と解消されている。 当初、クモハ301型と編成されていたサハ1483の1486についても、同形式の廃車に伴い、本系列へ統合されることとなった。統合に際しては、CPMG を搭載して、他のサハ1471型と仕様が統一され、編成相手には、クモハ455.456を編成外への上で充当し、 なお不足する電動車2両についてはクハ1455.1456を伝送式モハ 451K483.484 へ解消、改装、階板の上で充当している。伝送品は、他のモハ451型と変わりなく、1964年8月に、竣工した。なお、クハ1451から1454については、 同年7月に区波1471系1487から1490へ解消、解板され、区波1451型は形式消滅している。以上の編成を経て2両編成18本、4両編成8本の陣用となった本系列であるが、年々増加する輸送量に対応するため、長大編成での運行が常態化したことから、 四両編成の四百五五十点四七一四百八十一点四八三の各編成から、中間左派を抜き取って、同じく四両編成の四百七十三から四百七十七編成へ組み込み同四編成を六両、編成化する編成外が九百七十年二月より、開始された。なお、四百八十一編成の偶数向き戦闘車で、アルクモハ四百八十二は、 新宿線南大塚駅付近で発生した踏切事故で被災して現場で解体処分され1969年3月に除籍されていたことから残る雲波481サハ1481サハ1482は同編成外が実施されるまで旧車となっていた同編成外に伴い サハ1471.1483481.1485 14は、クモハ451型と同一の伝送品で、電動車科のウェモハ491系493から499と解消、改版された。サハ1472.1484482.1486 14 についても、左派千四1491系百九十三の千四百九十九と解消、解板されたが、こちらは、左派千四百七十一系当時と仕様に変化はない。いずれも、シャ末尾を組み込み先の編成と合わせたため、もは四百九十一左派千四百九十一は、当初から欠板となっている。一方、中間左派を教出した各編成の雲派7両については、 約半数を伝送解除、制御者化の上で2両編成化された。同時に改版が実施されているが、詳細は、各記編成表を参照されたい。これら改造、改版の結果、本系列は、クモハ451系451から480、モハ491系493から499。 福派 1471K1471.14721485.1487 から1490、左派 1471K1473 の1480、左派 1491K1493 の1499以上の人用となった。1960年代半ば頃より、 車体塗装のディープラズベリーとトニーベージュの2色塗りの、いわゆる赤電、塗装化、ATS の整備及び、列車無線の搭載、連結機部分への電気連結機の新設、パンタグラフの更新成功所制 KP-62、K への乾燥、車内送風機の扇風機化などが全車を対象に順次、施行されている。また、全面運転台窓ワイパーの自動化も施行され、 施行された車両は全面層カワイパー取り付け部分がガラス側へ突型に出っ張っていることが本系列特有の形態であった。その他 MG 乾燥による低圧電源の交流化も施行された。これは101系並びに701系、801系の冷房改造によって発生した低出力 MG 並びに天井板、交流傾向等、 扇風機を転用して1973年より実施されたものであったが、試行対象は本系列のみで編成された車両並びに工事付加1651型と編成された車両に限定され、区加1411型と編成されていた車両については対象外となった。また、流用した HG-534MRB は4。 両分の給電能力を有していたことから、六両編成では、サハ1471系偶数車と、サハ1491型にのみ MG を搭載し、サハ1471系奇数車は MG を撤去した。また、低圧電源の交流化と、並行して、戦闘車全面窓内側に行き先表示幕を、新設する工事がこちらは全車を対象に実施された。なお、晩年には、 全照灯のシールドビームに投下も施行されているが、同工時は本系列の淘汰時期と重なっていたことから、原型の白熱灯一灯仕様のまま廃車となった車両も多く存在する。西部発の新製の車である601系は、1975年より開始された冷房改造並びに制動装置の電磁直通ブレーキ化に際して、中間電動車も、 派波601型のみがその対象となり、701系の6両固定編成化に、際して、転用、編入され、制御者区波1601系1601から1606が余剰となった。折しも、同時期には本系列の編成相手である、区波1411系の老朽化が著しく、なりつつあったことから、 クハ1601型日本系列との連結体を工事を試行して転用し、クハ千1411型を置き換えることとなった。こうして誕生したのが千六1651系1657から1662である。車番が中途半端な不番となっているのは、新たな編成相手となった、雲百457から462と末尾を合わせたことによるものである。 編成化に際しては、連結面の 1200mm 幅の広幅間通路を本系列に合わせた 800mm 幅の強幅間通路へ改造し、MG e 及び CP を搭載した。その他大きな改造は施行されなかったため、全面形状は601系統自動用、湘南型デザインのままであり、霧妻型の本系列とは形態が大きく異なっていた。池袋線。 新宿線両系統の本線、支線運用問わず幅広く運用された本、系列であったが、2000系や、新101系、301系といった、新性能車の相次ぐ増備に伴って、1979年より、廃車が開始された。廃車枠破1411型と編成され、低圧電源が直流のままであった車両から、優先的に進められ、 ついで支線区で運用するには、不適当な6両固定編成の順に通ったが、進められた。裁判年には2両固定編成が、玉川線に、数編成残存するのみとなったが、こちらも本線系で余剰となった551百571系によって、玉付きの形で代替され、 最後まで残存した、クモハ461クハ1662が1984年8月に除籍されたことをもって、本系列は形式消滅した。なお、クハ1651系の一部は、本系列全廃後、551系クモハ551型と新たに編成された。本系列は、廃車当時の車令二十年程度で、状態は、 比較的良好であり、かつ20メートル級3、扉車体が地方施設に好まれたことから、区波1651型を除く、全54両中19両が譲渡された。いずれも、本系列同士、もしくは区波1651型と編成した2両編成で譲渡されており、雲波451系2両を組み合わせて、一方を伝送解除した2両編成で譲渡された。 ものも存在する。なお、6両を固定編成については、先頭車、中間車問わず全車解体処分されている。上都先は上新電鉄、三義鉄道、市畑電気鉄道の各社であるが、車例が35年を超えて老朽化が目立ち始めた1990年代後半に、相次いで全廃され、現役で運行されているものはない。 1980年から翌1981年にかけて、雲波 451K455.463464.466 から468の6両が譲渡された。譲渡に際しては、偶数番号の車両を連想解除して、CPMG を搭載し、残る奇数番号の車両については、地方私鉄としては、 比較的高速運転を行う同社の路線事情を考慮して501系の廃車発生品である空気バネ台車及び出力の大きい MT30、主電動機に換装され、CS9 回時接触機の再整備が実施されている。同社100型となった同6両であるが、1984年12月に発生した正面衝突事故で被災した2両が、 翌1985年3月に廃車となったため、その補充として、同月にクモハ461クハ1662が追加上とされた。105編成として導入された、同2両は他社とは異なり台車、主電動機は西部在籍当時の使用のまま上とされている。その後、1992年より導入された150型に順次置き換えられ、 1996年までに全車廃車となった。なお、103編成は廃車後も解体処分を免れて、高崎駅構内において倉庫として用いられ、2012年11月には車体の再塗装を実施、現役車両として運用されていた当時とは異なる。コーラルレッド地に紺色の帯が入った上新電鉄の旧標準塗装に塗り替えられた。その後、 2017年5月から6月にかけて、解体された。1981年から翌1982年に、かけて、クモハ451、クハ1488、クモハ453、クハ1490、クモハ471、クハ1472の3編成6両が譲渡された。こちらはいずれも、西部在籍当時の編成のまま譲渡され、全消灯を、 三義オリジナルの形状に改造した程度で入線した。同社601系として導入された。同六両は、その後571系の乗都車二両編成一本を、加えて、三義線の主力車両となった。高年客用扉のステンレス化や、台車交換等、西部からの廃車発生品を流用して手を、加えられつつ運用されたが、比例防車であったことから西部より譲渡された。 元401系、701系によって、順次代替され、451系を出自とする、車両については1997年までに、全車廃車となった。1981年から翌1982年に、かけて、五クモハ四百五十二クハ千四百八十七クモハ四百五十四クハ千四百八十九 の3編成6両が譲渡された。いずれも、西部在籍当時の編成のまま譲渡され、入線に際しては、雲波のベンチレーターをグローブ型へ交換し、上新電鉄と同じく地方支鉄としては、比較的高速な最高時速 85km 運転を行う路線事情に対応して、CS9 回時接触機の再整備が実施されている。 同社80系として導入された、同6両は、同社の車両大型化及び近代化に貢献したが、比例棒の旧性能車であることや、ワンマン運転に対応不可能であったことから、他社から譲渡された新性能車群に置き換えられ、1996年までに全車廃車となった。ありがとうございます。